お疲れ様です。はい、お疲れ様です。おやかなです。おやかなです。え、ちょっと、なんて。おやかなです。俺はおかなでるです。オールインワンはかなでる。最後のお願いでございます。最後のおやかなでございます。俺はかなでございます。ちょっと、なんて。俺はかなでございます。オールインワンはかなでるでございます。オールインワンはかなでる。オールインワンはカナデルでございますっていうのをちょっとこうコンパクトに最後のお願いでございますっていう風に言いたいんですよね。オールインワンはカナデルでございます。オールインワンはカナデルでございますって言ってスローにしたらオールインワンはカナデルでございますっていう風になっているっていうのがあって、ありがとうございます。すごいね。ちょっと一回逆で、すいませんね、すいません、ね、ちょっと立ち位置がね。おやかなでございます。あ、そう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 、それそれそれ、アリスのセリフ、もうそのセリフしかないんで自分の中ではあのお願いでございますって言ってるのぐらいの感じで、振り返してちゃんと見ると、あ、これ本当ちゃんと言ってる。ここでスローになるので意外とここでちゃんと言ってる風でオールインワンはかなでるでございますっていう、なんかちゃんとなるといいなと思いました。知性美智子さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。そして、アリスさんです。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。もう入ってます。そういうことですか。いいと思います。どうしましたっていう感じの、私なんか悪いことしてますっていうか、なんか言ってました。私普通です。はいはいはい。そうそう。本番。よーい。スタート。ありがとうございます。ありがとうございます。はいはい。はい、だった。おい。おやかなでーす。あー、来てた。おやかなでーす。うん。お疲れ様でーす。あー、そうです。おやかなでーす。そんな感じでいこう、そんな感じでいこう。スタート。お疲れ様でーす。お疲れ様でーす。おやかなでーす。おやかなでるでーす。はい、よかった。お疲れ様に聞こえてきた。あ、よかった。こうやってみんなを洗脳して。おやかなでーす。おやかなでーす。はい、カット。あ、仕事だね。あ、仕事。はい。ありがとうございます。何かみたいなの顔がさ、言えてる風に聞こえる。私多分日本で一番このフレーズうまいです。今多分誰よりもうまい。誰よりもうまいです。OK だよ。すごい。ありがとうございます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 。今回は、2タイプを撮らせていただいたんですけれども、はい、全く違うシチュエーションで私はとっても楽しかったです。なんか新鮮です。新鮮で違う作品で実は吉瀬さんとご一緒して、そこではちょっと対立する役だったのでそうよね、はい、ちょっと怖い吉瀬さんだったんですけど、今回の撮影はすごくこう初めて見る表情がいっぱいありました。なんかね、アリスちゃんはね、なんかこういうコメディエンヌ的なのはね結構見てるからね、あのそんなに新鮮っていうよりも、あ、これねみたいな感じで私は生を見れて嬉しかったかな。すごい可愛かったです。吉瀬さん、いやもう横顔ね見とれちゃって、肌も綺麗だしまつげも長いし、ずっとこうやって、いやちょっと恥ずかしい恥ずかしい私はあのアリスちゃんが
オールインワンはカナデルですっていうのをこうキュッとコンパクトに縮めて言うのがとっても面白いし可愛くて、まあ、言いにくいんだよね。そうなんですよ、意外と、ね、口がこう追いついてこないんです、ね、うん、朝一特にね、朝一早口言葉みたいに、はい、でもそれがねすごい可愛くて見ててなんか癒されました。もう私は最後の、この2人のやり取りの最後の吉瀬さんの表情が最高すぎて、もうカメラマンさんも笑ってました。笑ってた、ね、ずっと震えながら撮影して、それを見て私もちょっとこう震えながら撮影してましたね。面白かったんでしょ、お互いに、ね、そうですね、そうそうそう、コメディだからね、ちょっとね、はい、面白かったです。そうですね、私は実は結構いろんな種類を全部現場に持ってって、うん、もう、 こう撮影の合間の、まあ、直しの時とかですね、うんうんうん、使うんですけど、一番お気に入りなのがこの子かもですね、ピンク、はい、リーハリジェルクリーム、うん、これは結構保湿力が本当強くて、でメイクも本当崩れにくいんですよね。でもベタつきとかは全然なくて、すごく使いやすいなと思っていて、だからまあ最近はなかなか出かけること少ないですけど、うん、旅行とか旅行先、まあ、ロケ先でもいいんですけど、パッて簡単に持っていけるのがいいなと思って。そうなんです、なのですごい愛用してます。絶対ないと困るでしょうかね、はい、自分史上最高です。仕事の他に家事育児などで忙しくてなかなか時間が取れない人でもワンステップで贅沢なケアができるので、ぜひおすすめしたいです。まあ、ファンデーションがなくても全然余裕な肌ができちゃうので、仕事の間とか本当急いでる時とか、やっぱ忙しいとどうしてもこう物理的に時間をかけられなくなっちゃうんですよね。でもなんか時間をかけたかのような肌ができたりするので、絶対に必要だなって。私悪役です。あんまりない？ないです、大体ちょっとドジっ子で、なんか末っ子キャラみたいなのが多いかもしれないです、ね、あ、そっか、はい、悪役見てみたいね。そうですよね、イメージないですよね。ないかも、明るいキャラです、もうわーっていうのが結構まあ質なんですけど、うん、役にそういう役が、陽の役が多かったりするので結構いいな。確かに殺人鬼とかで出てきたら怖そう。笑いながらこうやって、いやいや怖い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 。でも見てみたい、ちょっとやってみたいなって思います、ありますか吉瀬さん。私ちょっと教育ママとか、あ、なんかみたいな感じとか厳しそうな、いや、うん、かっこいい、いや、もう嫌われちゃい、子供に嫌われちゃいそうな教育ママみたいな感じ。確かに楽しそうですね、そういうの。やってる方はね。そうですね。リアルにやっちゃうとね、嫌いけどね。うん、そういうのやってみたいですかね。やってみたいですね。うん、嫌われてみたいってなるかもしれない。なんかあるよね。はい。うん、私ブドウ糖、セリフを覚えるときに血糖値が下がっちゃうから、もう常にドラマ中は、私知らないかな、この間の映画の時もずっともうブドウ糖かチョコレートとかの甘いものを入れて血糖値上げないと、ガーン、貧血じゃないけどガーンって下がっちゃうから、頭が真っ白になっちゃって、だから常に現場バッグにはブドウ糖が、ゼリータイプとシュガータイプとチョコレートが、そんなめちゃめちゃ入ってるんですか。すごいな、だから私は何糖って言われたらブドウ糖って言うしかない、ね、すごい、そうなの、あ、甘いのなんですね。私はどちらかというとしょっぱいもの、しょっぱい系が大好きで、バリバリザクザク食べちゃう、食べちゃう。なんか私漫画とかなんかゲームとかそういうの言うのかなって思って、あ、私はでもインドア糖です、うん、あ、もう、そうね、夏は、うん、本当に暑いのが苦手なので。でも海とか似合いそうだけどね、なんかこう、うん、海行ったらパラソルをその場で借りて、うん、自分でテント持ってって、うん、パーカー着て、もう外に出なくていいじゃんになっちゃうよね。暑いよって、なんで海来たみたいな。ちょっとね、暑い暑いよって家帰ろうって、帰りたいよって言ってるタイプなので。じゃあもう冬冬じゃない、夏じゃなくてね、
もうどちらかというとやっぱ寒い方が好きだなと思います。はい、似合うけどね。よく言われます。もう太陽の下で、うん、もうそうそうそう、イエーイってやってる、うん、似合う、イメージがあるって言われたし、うん、太陽、夏太陽の下行ったらもう元気奪われちゃう。だから今年の夏はちょっとこう、うん、漫画読む時間と、うんうん、ゲームする時間と、あとなんか動画いろいろ面白いの見る時間をちょっと増やしましたかね。はい、じゃあ家棟ということで、はい、岸瀬美智子です。広瀬アリスです。私とアリスちゃんが出演するカナデルの新 CM が完成しました。撮影楽しかったね。楽しかったですね。私もあの、はい、岸瀬さんと共演できてとても嬉しかったです。嬉しいです。はい、では早速ご覧ください。どうぞ。お疲れ様です。はい、お疲れ様です。おやかなです。おやかなです。え、ちょっと待って。オールインワンはカナデルです。オールインワンはカナデル。最後のお願いでございます。最後のお礼はカナでございます。お礼はカナでございます。ちょっと、お礼はカナでございます。オールインワンはカナデルでございます。オールインワンはカナデル。カナデル。